皆様こんにちは、まじょこききです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は烏丸駅23番出口からの宅急便です。やはり人気店です。観光客さんも足を止めてメニューを見ていらっしゃいます。そうなんです、なんとこのお店は100種類ものメニューがございます。でお待ちの方もいっぱいなので、ここで、お名前を書いて待ちます。私が入店したのは1時前でした。もうすでに人気の日替わりランチはソールドアウトしてました。ショック。でもお昼のメニューは、まだたくさんあります。人気メニューばかりです。どうぞ皆様ゆっくりご覧ください。輝き亭さんの看板メニューといえば彩り箱御膳です。皆様もそれをたくさん注文してらっしゃいました。そして私はこの中で何を注文したでしょう。こんなにたくさんメニューがあると迷いますね。今日の日替わりランチはソールドアウトでしたが、またリベンジしたいと思います。で、こちらが夜の居酒屋のメニューです。もちろんお昼間からもビールとかはいただけます。外国人観光客さんは楽しんでありました。でも皆様は今お仕事中のランチなので飲めないですね。人気だったのがエビと旬野菜の天丼でした。店内は広く、個室は12個あります。私はさて何を注文したでしょう。サーモン丼980円です。ではいただきます。見てください、このツヤツヤのサーモンちゃん。サラダもついています。そして京都らしいお麩が入ったお味噌汁です。それから一品料理もついてきます。おばんざいです。そして京漬物です。サーモンがなんと10切れ入っていました。そしてイクラちゃんも乗っています。ではお醤油をかけていただきますね。皆様はメニューの中で何か気になったのございますか？レモンをたっぷり絞っていただきます。他にも魅力的なメニューがたくさんで、看板メニューの彩り箱御膳の他にエビと旬野菜の天ぷら丼、
か大人気でした。烏丸駅からも四条駅からも近くて、もう徒歩0分と言ってもいいくらいです。アクセス抜群です。はい、これが彩り箱御膳です。そしてこれ大人気でした。皆さんも結構注文されてました。夜メニューも魅力的ですよね。アクセスがいいのでこう集まりやすいかなと思います。店内が、空いてきたので撮影させていただきました。お茶はセルフでどうぞ。個室が12個あり、なんだか迷路みたいです。撮影を2回に分けてしました。そしてリベンジです。はい、日替わりセットゲットできましたよ。今日の日替わりはどんなんかな。美味しそうなおろし大根たっぷりのおろし大根ハンバーグです。和風居酒屋さんなので、ハンバーグもちょっと和風のおろしかな。でもビジュアル最高ですよね。はい、やはり彩り御膳はこの日も大人気です。ではいただきます。日替わり定食は毎日変わるので、もう毎日通いたくなります。でもご飯はおかわり無料ではございません。と確かおかわり220円だったかな。
小鉢のオクラも美味しかったし、付け合わせもすごく美味しかったです。そして美味しいのが出来上がる厨房も見せていただくことができました。ありがとうございます。これ人気メニューです。熱々です。100種類ものメニューがある和風居酒屋さん、楽しく美味しい時間をありがとうございました。これからも楽しい美味しい嬉しいをいっぱい宅急便するね。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。